さてここからはゲストを迎えしていろいろとお話を伺うコーナー、 Welcome to my living room。 今回はこの方々をゲストにお迎えしてお送りします。はい、こんばんは、エイコとエリコのエイコです。こんばんは、エイコとエリコのエリコです。ありがとうございます、はい、はじめましてですよね。はじめまして、はい、来てくださってありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、実はですね、まあ、はじめましてではあるんですけど、はい、僕一方的にお見かけしてたことがあって、うん、去年じゃないか、一昨年ですね。もう2019年のベストデビュタント賞、はい、エイコとエリコさん、はい、2人が受賞されてて、でその受賞式で僕BGM としてピアノ弾いてたんですよ。驚き一方的に追いかけしてるっていう そう、そんなちょっとあれでしたね。あんまり2回目のリアクションがうまく取れなかった、うん、大丈夫ですか？確かに知らなかった、知らなかった程度お願いします。知らなかった、確かに高すぎた私たちもね、裏話があるんですよね、ベストデビュタント賞の。そうなんですか。そうなんです。いや実はですね、はい、もうあの授賞式なんですけど、当日エリコさんが胃腸炎だったのかな、はい、原因不明の、もうすごい体調が悪くて、一緒に会場向かってたんですけども、会場にたどり着けないんじゃないかぐらい体調が悪くて、でもあの授賞式中はポーカーフェイスでちゃんと演奏もね、はい、してね、もうすごいなって思いました。ずっとトイレにいたんですよあの日でよく弾けましたねそれで本当に本当に私は感動したよ、隣で弾いてて椅子を並べて横、病人のように横たわって、いやもう、ね、病人のようにっていうか病人だったからね。それもポーカーフェイスで、ポーカーフェイスで乗り切ったんです。すごい、もう時にそんな努力があったんですね。全然分かんなかったですあの日の、ね、記憶があんまりないのでちょっとあの美しいピアノちょっと覚えてないんですけど申し訳ないです。そうだったんですね。すみません、お二人の紹介が遅れてしまったんですけども、お二人はバークリー音楽在学中に結成した連弾ユニット、はいはい、ピアノの連弾とドラムというシンプルかつ迫力ある構成でクラシック、ジャズ、ロック、ポップ、すべてのジャンルの垣根を超えていく唯一無二の存在です。ちょっと恥ずかしいな。かっこいいですね。改めてよろしくお願いします。壮大なユニットですね。本当によろしくお願いします。お願いします。ピアノの連弾とドラムってあんまりない構成ですよね。いやそうなんですよ。もうだからチャレンジしたいなと思って、はい、面白いですよね、やってるんですけど。昔マウスオンザキーズっていうバンドが好きで、それはピアノドラムっていう、それは割とロックっぽい感じなんですけど、どちらかというととかも好きだったんですけど、ピアノドラムってやっぱ難しくないですか？めちゃくちゃ難しいです。だから曲作るのを毎回苦労してますし、初めて作った時は特に苦労しました。そうなんですよ。後ほどね、はい、お聞きいただけると思うんですけど、私たちのね、初めて作った連弾曲、連弾プラスドラムの曲っていうのがあって、もう作り方から、はい、そう、英子さんはね、あの英子さん、私じゃない方のね、彼女はあのバークリーであの作曲を勉強されてたんですけど、はい、連弾のね作曲方法なんて習わないじゃないですか。もちろんもちろん。そうそう、だからどうやったら手がぶつからないかとか、そう、音のバランスとかもやっぱ、だからもう毎回なんて言うんだろうな、試しては変えて、試しては変えてみたいな感じで作り上げてくる感じがすごいですねなんかどういう風な経緯で結成することになったんですか？私たちは実はですね、あのユニット結成する前から、はい、まあ、すごい仲が良くて、はい、バークリー時代ずっと一緒に住んでたんですよ、2人で。あ、ルームメイトとして、ルームメイトとして、はい、そうなんです、はい、お姉さんのように頼り、まあ、時には頼りない時もあり友達のような感じで毎晩ね、あの酒を飲んでは愚痴をこぼし、エイコさんの方がお姉さん、もう4歳も実は年上で。あ、そうなんですねそうなんですよ。そうなんです。だからもうね、姉妹のように。そうなんです。名前も似てるしね。そう、名前も似てるしねずっと姉妹って聞かれてましたね。いや確かに、もう向こうの人からは本当に兄弟、姉妹っぽいですもんね。そう、姉妹っぽい。今日ね服もなんかちょっ
んか衣装みたいな偶然揃っちゃって名前も似てるし。そうなんですよ、うん、それで一緒に住んでて仲良かったんですけど、はい、まあ、お互いピアノだったんで、はい、結構あのバークリーだとちょっと気軽に今日ジャムしようよみたいな感じで友達同士がよく演奏するんですけど、はいはい、まあ、ピアノ同士なので一緒に演奏する機会がなかなかなくて、はい、まあ、そんな中、うん、ちょっと卒業も近くなってきたので、まあ、2人でちょっとなんかやってみるみたいな感じで最初にやったのがカプースチンの連弾、はい、シンフォニエッタ、シンフォニエッタ、そう、あれの4楽章をねやったんですよね。難しかった、早いやつ。カプースチンってめちゃくちゃ難しいですよね、あの譜読みと か, かカティンさんでいいんですか。あ、カティンさんって呼んでください。カティンさんもカプースチン難しいって思うんですね、はい、確かにカティンさんも難しいって思うからそりゃ難しいわ。カプースチンはもういくら弾いても手にはまんないというか、わかる。カプースチン、この前もカプースチン本番で弾いたんですけどもう手が震えるんですよ、手が怖いですよね。わかる。そうそうそう、なんかこうグルーブに乗れるまでがちょっと怖いみたいな確かに、まあ、それで2人でカプースチンを演奏して、はい、そこから、うんうん、まあ、ちょっと結構周りから評判が良くてオリジナルせっかくだから作ってみたらっていうことで、はい、ちょっと2人でオリジナルを作ったら、うん、それがすごいいい曲だったのでそう、もうこのままね、そう、この2人でそうやっていこうぜみたいな、なるほど、これで飯食ってこうって決めたわけなんです。なるほど。一個だけ言っていいですか。はい、ファンなんですよ私。ここでここで、あのね、衝撃の告白。尺が足りない。ここから私がカティンさんのことが好きっていう話を多分15分ぐらいはできるんですけど。そう、なんか前半おとなしいなと思ってた。いつ言うのかなって。なんかね、ちょっとね、会った時もちょっと緊張して言えなかったけど、ラジオ中に言おうと思って。ボストン中に見て、はいはい、A 子さんに、そう、A 子さん見てこれって言って、そうそう、私もだからエリコに紹介してもらって、はい、あのカティンさんのことを知って、はい、すごいカップルがいると思って、だからすごいってね、今日の話が来た時はもう二人でめちゃくちゃ喜びました。そうなんだ。もうだってもうずっと追ってますからね。あのスタイフェア購入した時もずっとこう見ながらなんかサントリーでやってるとかこうずっと追ってきたので。追ってくれてる。すごいかったですよ。なんか感動ですね。私あの3分クッキングのやつが一番好きです。あ、私もあれ好き。あれいいよね。あ、嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ちっちゃいやつ上手。なんか弾けます。トイピアノ、ね、トイピアノ。鍵盤小さいんですあれ。そうですよね。難しいんですけど。小さいです。はい、そんなことをしてたり。めちゃくちゃ嬉しいな。もっといいんですか。大丈夫ですか。尺いいんですか。じゃあもうちょっと聞きたいです。なんかその、はい、もちろん私たちそもそもクラシックから来てるんで、うん、まあ、そのカティンさんの弾かれるね、はい、そのクラシックの曲もすごい素敵だなと思ってすごい好きなんですけど、やっぱり私たちジャズピアニストなので、はい、やっぱこうテクニック的にとかすごい、はい、あの演奏のクオリティとかより、はい、どうしてもこう意識がね、はい、編曲の内容とか作曲のところにこう気がいっちゃうというかそこがなんかこう出てくる音楽性みたいなところに、はい、うわーってなるんですけど、はい、それやっぱカティンさんのすごいところは、はい、ピアノもすごい上手ですし、上手ですしとか言ってすごい上からなんですけどいやいやいや上から確かに、いやいやいや、いや違うんですよ、なんかうまく言えないですけどなんかアレンジとか作曲の世界観とかこだわりとかがすごい、いやすごくてすごいんですよ、すごい好きです、ね、いやオリジナリティあるよね、オリジナリティすごいあってすごいです、いやお二人にそう言っていただけるなんてめっちゃ嬉しいなんて言えばいいんだろう僕も、なんかでもちょっとすっごい、はい、あのおこがましいんですけど結構コンセプトが似てるなと思って、はい似てるなと思ってるっていうのはあれなんですけど、ディーンさんも演奏会でクラシックの曲の中にいろんなこう映画音楽の曲とかそのゲーム音楽とか入れてらっしゃるじゃないですか、はい、それすごいわかります。私もそういうのがなんかそのジャズ版でやりたいなってずっと思ってて、なんかそのジャズのスタンダードも取り入れつつなんかこうみんなにこう楽しんでいただけるようなこうコンテンポラリーなものも入れつつ、うん、こうなんかその業界を盛り上げたいみたいな思いがあって、うん、確かになすごいプログレッシブなのにキャッチですよね、うん、その曲とかも、いや嬉しいなちょっといや
なんかこのプロフィール読んでて、クラシック、ジャズ、ロック、ポップ、すべてのジャンルの垣根をみたいなのちょっと僕に似てるんですよ。あ、ね、僕もこういうこと言いがちなんで言いがちなんで、はい、確かに満足しました。いや満足しました。満足です。今日はこれを言うために来たんです。ありがとうございます。伝えるために。いやありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいな。エイコとエリコさんの曲の話をちょっと僕はもうちょっと言い足りないことあるんですけど、あの何も何拍子ですかあれ。テレテレ、なんかね、いろいろ最初は8分の7で書いて、4分の4と15みたいな感じで、15みたいな感じで、でも途中はね結構もう完全に変拍子みたいな風にしてるところもありつつ、めっちゃ難しいです。そうですよね。あれをしかも連弾でやるってすごいなと思いながら、僕もたまに連弾することってあるんですけど、はい、やっぱ連弾ってこう何も考えずに弾くとやっぱりごちゃごちゃになるじゃないですか。そうなんですよね。4本それぞれ全部使うとなんかうるさくなるというか、うんうんうん、でもそれで弾き算しすぎると今度は一人で弾いてるのとあんまり変わんなくなるっていう。そうなんですよ。わかる。でもそのバランスが素晴らしいなと思って。いやこのねこだわりをね気づいてくる人、ね、なかなかいないから、めちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。やっぱりなんか連弾じゃなきゃできないことがしたくて、はい、すごくそこを毎回研究するというか、はい、こだわりたくてやるんですけど、はいはいはい、やっぱそこの今まさにおっしゃっていただいたラインがやっぱ、はい、難しいよね。毎回どんな曲を作るにも、ね、あこれじゃちょっと一人で弾いてるのと合わないなってなっちゃったりとか、うんうんうん、そうなんですよ。なんかこれ上原ひるみさんとかカティンさんなら一人で弾けちゃうみたいなことが生まれちゃったりするんで、そう二人いる意味みたいな、もう一本手がないと書けない弾けない曲を書かなきゃみたいな。そう、ね、かといって本当になんかこう詰め込みすぎるとやっぱりすごい届きづらい音楽になっちゃったりとか、うん、ごちゃごちゃしちゃって何が痛い曲なのかよく分からなくなっちゃったりとかっていうのが、うんうん、あすごくなんか、まあ、未だに分からない、未だにちょっとなんかそこを考えながら書いてるところですね。お二人の分担とかあるんですか。英子さんはどういうことしてとか。あでも最近ありますよね。最近あったっけ。最近はあ今までは本当に、はい、あのセクションで分けて書いてたんです。 A セクション英子、 B セクションエリコみたいな感じで途中でスイッチしたりしながら書いてたんですけど、はい、最近は特にあの 次の曲、あ、まあ、次の曲は確かに、まあ、ちょっとあのまだ出てないですけどね、次の曲をねあの流していただく曲があるんですけど、はい、それとかは、はい、私があのメロディーとコードを書いてそれを、はい、あのリードシートみたいな感じで英子さんに送って、それを英子さんがこう発展させていくみたいな、まあ、なるほど、やる、あの英子さんがやっぱりねあの作曲勉強されてるんでこうすごいんですよ。私のキャッチーメロディーがすごいなんかキラキラになって帰ってくるそんなことない。そうバークリー音大でどんなことを教わるのかなっていうのにもすごい興味あっていやどんなことか、まあそうですね、でももともと作曲は勉強してたんですけど、はい、やっぱりあの最終的にビッグバンドとか書けるようになるのを目指してこう、はいはい、あのカリキュラムが組まれてるので、うん、あなるほど、まあ、だからやっぱり、まあ、もちろんそれもあの連弾を書くときには生きては来てる、はい、いるんですけれど、はい、まあ、でもまあそうですね、さっき言ったみたいに正解はやっぱり分からないのがまあ実践の中でっていう感じですか。そうですね、うん、だからもうこれはすごいおこがましい話なんですけど、いつか英子、はいはい、とエリコとカティンで2台ピアノやりませんか。やりたい。ぜひやりましょう。すごい嬉しい。本当にやりたいです。本当に書きますよ。6人でしかできないことを追求した曲をやりたい。どういうのだと6人でしかできなくなりますかね。それはね、分かんないです。すごい息に行きながら話してたんですけど、そうやっぱなんか3人で1つのピアノね6種っていうのも面白いよねっては言いつつ、でもやっぱ2台ってやったことがないんで私たち、はい、2台も面白いよねっていうので、う私たちは2人で1つで、カティンさんはもう1人ちょっと、はい、なんかすごい難しいパートアルペジオとかすごいいっぱい書きましょうか。
コキ使うのやめてください、ね、いやでもさっきエリコが私が作曲担当って、はい、作曲結構発展させる係っていうんですけど、私逆になんか、はい、あの演奏の面はエリコさんにすごい引っ張っててもらってて、はいはいはい、結構華やかな難しいメロディーとかも全部エリコのパートちょっと待ってください、なるほどなるほど、カティンさんの前で言わないでください、とんでもない、そういう、そういうあれがあるんですね、役割分担が目立ちたがり屋っていうだけですよね美味しいパート弾きたいですよ、いつも。いやいやでも弾きこなしてくれるので、なるほどなるほど、カティンさんとやるときは2人でいっぱい詰め込みましょう私が美味しいとこ全部弾いていいですかすごい頼もしいないいですね、なんか僕2台ピアノで好きなのが、あの連弾だとできないのが3度下で同じこうハモリをするみたいな、ね、確かに確かにタカ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 ぐらいのスピードで3度下でついてなかった時いやもう悲惨だね、頑張りましょう、ついていきましょう、未来ピアノならではだなとか思いながら楽しいんですけど、それは確かに連弾じゃね絶対できないですね、かっこいいね絶対、当たっちゃいますからね、なんならもう2度とかでぶつけていきます、かっこいいかっこいい超コンテンポラリーだね、コンテンポラリーですね、いやそれこそ絶対連弾でできないもんね、連弾じゃできない確かにそうですよね、わあめっちゃ盛り上がっちゃいましたね、やりましょう、不協和音鳴らしたいですね、不協和音は私はそんなに鳴らしたくないけどいやいいですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、あのね、先ほどもちょっとお話に出てた昨年テレビアニメで秘密結社鷹の爪ゴールデンスペルエンディング曲としてチリペッパーズという曲を書き下ろした、はい、そうなんですけど、はい、こちらはどういった経緯で書き下ろされたんですか、どういった経緯なんですか、経緯というか確かに経緯は難しいねじゃあ経緯はやめましょう、どうでしたなんかでもごまかしたらちょっとなんかあれですね、なんか怪しいみたいな感じになって、怪しいことはね、怪しいことは何もないんですけど、はい、でももともと私すごい鷹の爪は、はい、あの昔からよくあの見ていたアニメだったので、うんうん、ただ本当にたまたま偶然担当させていただけることが決まって、はい、嬉しかったんですけど、私たちこういうアニメの曲を書くとかっていうのが初めてだったので、はい、うんうん、まあ、新しいチャレンジだったよね。そうですね、結局、うん、あの秒数が決まってる中で、はい、あの作らなきゃいけないっていうので、なんかテンポとかもね、そうしようかみたいな感じでぴったり合わせるためにテンポ BPM を決めて、そうそうそう、終わったら小説が出てきて、ここで終わったらちょうど35秒みたいな、そうそう、あ、なるほど、あ、それ難しそうですね。いや難しいし、なんかその短い時間の中で、うん、せっかくこんなたくさんの方に聞いていただけるチャンスだから、やっぱ自分たちのいいところもたくさん詰め込みたいとか思っちゃったりとか、はい、いろんな思惑が入り乱れて難しかった、まとめるのが確かに、あとはね、なんかやっぱりそうですね、ジャズが好きな人だけじゃない人もたくさん見てくれるんで、うんうんうん、やっぱりなんかそのメロディーはちょっとこう歌えるような感じを、うんうん、なんですかね、ポップスまではいかないけど、うん、ちょっとこう口ずさめるように、うん、したんですよ。そしたら最後ね、歌ってくれましたね、うん、吉田君、歌ってくれたね、歌詞がつきました、歌詞がつきました、最終的にはだけど、あ、そうなんですね、畳のへりは踏むなよってとんでもない歌詞が最後についてくれたんですごい良かったですということでね、僕このラジオ去年の4月からやらせていただいてるんですが、はい、英子とエリコさん、お二人もラジオされてるんですね。そうなんですよ、ちょうど私たちも昨年の6月ぐらいだった、6月ぐらい、ね、から6月ぐらいやらせていただいてるんですけど、じゃあ一生ぐらいのラジオ DJ 歴ですね。確かに確かに確かに、いま、ね、だにもう慣れないんですけど、どうですか私はね、慣れないです。でもエリコさんがすごいぐいぐい引っ張ってってくれてるので、ヨーヨーって感じです。ヨーヨーもう DJ ですね、ヨーヨー DJ おしゃべりエリコさんにお任せしちゃう、おしゃべりなんですよ本当にね、本当に一人でずっと喋ってるから私は家でも。そうなんですね、いや素晴らしい、そうですよ本当
英子さんはね、はい、あの好きな曲をたくさんこう流せるのが楽しいって言ってましたね。そうなんです。私はラジオやってて一番楽しい時間は、はい、何の曲を流すかをすごい考える時間がすごい楽しくて、はい、なんか探し出すと気づいたらなんか4時間とか5時間とかすごいこれも流したい、あでもこれこいやでもな今回のテーマはなみたいな、いやこっちのがいやでも時間足りないなみたいなこだわりの一曲がね、そうすごいなんかその時間が一番楽しくて、収録中すごい緊張しちゃってあんまりうまくそれが伝えられなくてすごいもどかしいみたいな どんな音楽が好きなんですか。でも私は基本的にはやっぱり最近はジャズが多いですね、はい、なんかジャズの中でもやっぱ ECM レコードっていうなんかヨーロッパのレーベル、うん、ご存知ですかね。あの、はい、名前はもちろん聞いたことありますし、はい、なんかあの同じジャズでもやっぱなんて言うんでしょうね、なんか静かなジャズがすごい好きで、はい、なんでしょう、なんかこのクラシックのルーツが分かるようなあのジャズがもともと好きで、はいはいはい、あのジャズを始めたというかこの世界に入ってきたので、うん、そういうものを特に聞くんですけ ど、まあ、でも今は割と何でも、うん、カティーさんは普段どういうものを、はい、まあ、YouTube でいろんな曲をカバーされてるんで、うん、いろいろ聞かれてると思うんですけど、うん、そうですね、まあクラシックはもちろん多いんですけど、なんだろうな、でもそれこそクラシックっぽいジャズってすごい好きかもしれないです。いろいろ教えてほしいです、僕も話したいあのいっぱいリストで送ってもらうすごい溢れるちょっと気持ちがもう紹介したい気持ちが溢れちゃう後ほど、はい、後ほどぜひぜひそうですね、僕もやっぱインストは好きですね。まあ、なんかなんだろうな、情報量が多い曲が好きかもしれない。あ、そうなんですね。コードがどんどん目まぐるしく変わっていって、はいはいはい、変拍子とかも混ざってみたいなのは聞いちゃうかも。あ、もうこれはありますね、いっぱいね。これストックが私たちもいろいろありますね。おすすめ。あ、そうか、英語とエリコのことか。だってもうそういうことかもしれないです。英子さんの作ってくる曲コードが意味わかんなすぎて全然アンプできないですもん。わかる、自分で作るってさ今自分が 何のキーなのかわかんなくなっちゃう時は本当に、キー迷子になりがちです。だからこういう人たちは本当にあの譜面書くときにね、はい、無調で書くんですよね。絶対キーシグネチャーをつけずに、あ、そうそうそう、結局キーがどこかもなんかね、そうそう、分かんないから、で私はバークリーで襲いましたなるほど、そういう時はあのキー書かないで、なるほどなるほど、キー書かないですね、演奏者がパニックになるからっていうたまになんか揉めますもんね、これはこのキーは何かみたいな、そう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 、いやいやこれ F メジャーこれ B フラットだよみたいなあまりにも調整感がちょっと曖昧になりすぎて、そういうことも多々あります。なるほど、めっちゃいいですね、めっちゃいい、楽しいですそれが楽しそういやぜひ3人の企画でやりましょう。ぜひぜひやりましょうおー、じゃあどんどん難しいパンツ今までなかったような難しいパートも書けますね。多分弾くとき一番苦戦してるの私です。結局ね、この3人の結局ね、リハの時めっちゃ怒られるみたいなやつで、全然弾けてないじゃんみたいな。私たちめっちゃこそ練するから、もうこそ練します。はい、という感じで、はい、という感じで、はい、それではそろそろ、ね、お時間の方が短い、はい、できてしまったのですが、はい、今後のエイコとエリコさんのご予定もしあれば教えてください。はい、ですね、昨年11月に行ったワンマンライブのですねダイジェスト映像をすいません、カミカミですね、今月末にあのエイコとエリコの公式 YouTube チャンネルより、はい、公開予定です。あのぜひぜひチェックしてみてください。あと、まあ、現在ですね、あのいろんな楽曲を制作中ですので。なんで笑ったんですか。なんで笑ったんですか。楽しみです。はい、今後のリリース情報は公式のあのホームページで、はい、SNS にて発信してまいりますので、こちらもあの、はい、フォローの方よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ということで今回のウェルカムトゥーマイリビングルームにお迎えしたのはエイコとエリコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。